二チーム間で行われるバットボールゲームの一種である。男女共にプレイされる。ラウンダーズは攻撃と守備に分かれて行われる。攻撃側は小さく硬い皮で覆われたボールを丸い木製、プラスチック製、金属製バットで打つ。選手はフィールド上の4つのベースを走って回ることで得点する。ラウンダーズはアイルランドやイングランドの児童の間で人気がある。 試合ではイニングごとに攻撃と守備が入れ替わる。フィールドでは同時に最大9人の選手が許されている。点は攻撃チームの選手がアウトにならずに4つのベースを周回した時に得られる。ラウンダーズはチューダー町の時代からイングランドでプレーされている。最も初期の資料は1744年の小さな可愛いポケットブックであり、この競技はジョン・ニューベリーによって ベースボールと呼ばれている。1828年、ロンドンのウィリアム・クラークは、ザ・ボーイズ・オン・ブックの第2版を出版した。この本には、ラウンダーズの規則が含まれており、これは、英語で書かれたバットとボールを用いダイヤモンド状の、ベースを走る競技に関する、初の印刷された解説である。翌年、この本は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで、出版された。 全国的に定められた初の競技規則は1884年にアイルランドにおいてゲーリック体育協会によって策定された。アイルランドではラウンダーズは今でもガーによって管理されている。グレートブリテンでは1943年に設立された全英ラウンダーズ協会によって管理されている。二つの協会は異なっているものの、これらの協会は似た。 競技の要素や文化を共有している。協会間の試合も行われ、その場合は午前に一方の規則、午後にもう一方の規則でプレイされる。ラウンダーズの規則がアイルランドで定められた後、1889年にリバプール及びスコットランドにおいて協会が設立された。ベースボールのニューヨークゲーム及び現在はスタレタ、マサチューセッツゲームさらにソフトボールは、 ラウンダーズという同じ歴史的起源を共有しており、ガーバンのラウンダーズと類似点を持つ。ラウンダーズは現在もリバプール、カーディフ、ニューポートでプレーされているブリティッシュベースボールと係りがある。ラウンダーズは今日のベースボールよりも古いと推測されるが、常実のようにイングランドの文献資料ではベースボールという語句の方がラウンダースよりも書質が早い。 NRA 及び側の規則は異なっているが共通点は多い。ボーラーあるいはフィーダーはバッターに向けてボールを下投げの振り子動作で投げる。NRA の規則によればボールがバッターのすねから頭の頂点までの間を通過すればグッドとみなされる。さもなければノーボールあるいはバット、ボールと呼ばれる。またバッターの体や バッターボックスの外側に向かって投げられた場合もバットとみなされる。バッターはバットボールを打っても良いが、その必要はない。ノーボールの場合はキャッチされても選手はアウトにはならず、一塁でアウトにもならない。バッターがポストを離れた時、ポスト上のそれぞれの走者は次あるいはその先のポストに走ることができる。ポスト上の走者はポストに立っている時はアウトを。 宣告されない。バッターはアウトを宣告されることを避けるためにポストと接していなければならない。ラウンダーは攻撃チームがアウトにならずにダイヤモンドを周回した時に得られる。NRA の規則では選手がアウトにならずに半分周回したらハーフラウンダーが得られる。またバッターがボールを打っていなくても本塁まで帰還した場合も点が得られる。 フィールダーがボールをきれいにキャッチするフィールダーによって踏まれたベースにバッターが到達するバッターが走っている間にバットを落とすボーラーがボールを投げる前にバッターが塁を離れる次のバッターによってランアウトとなる以上の場合はバッターはアウトとなるイングランド東部のナオトンで行われているラウンダーズの様子インドネシアでプレーされているラウンダーズグレートブリテンでは ラウンダーズのルールは、全英ラウンダーズ協会によって管理されている。これらのルールの下で行われる競技は、ガーバンと比較してより小さなバット、ボール、競技場でプレイされる。ベースは長いポールで記される。バッターはポールに接していなければならず、フィールダーはポールをスタンプしなければならない。バッターが走る前には、通常1球のグッドボールのみが必要である。 ハーフラウンダーズも得点として数えられる。守備チームは最低6人で守らなければならない。選手の総数の上限は9人である。ボールの外周は 190mm、バットは長さわずか 460mm、直径 170mm でなければならない。NRA はバットの重量の上限を3 7 0グラムとしている。ベースは ベースボールのダイヤモンドと同様に置かれるが、ホームベースは三塁に向かって直角なものと打者用の二つに分かれている。それぞれのベースはポールによって記される。ポールは自立しなければならず、高さは最大1メートルとされる。ボールがうまく投げられた場合、バッターはボールを打とうと試みなければならず、ボールを打ったかどうかにかかわらず、走らなければならない。ボールが 後方に向かって打たれた場合は、ボールが前方のエリアに戻ってくるまでバッターは一塁を通過してはならない。ノーボールを打ったバッターは、キャッチアウトにもならず、一塁でスタンプもされない。バッターは、ノーボールの時に走っても良いが、その必要はない。それぞれのバッターは、各イニングの最終バッターを除いて、一球のグッドボールを受ける権利がある。最終バッターは、 キャッチアウトにならなければ3球のグッドボールを受ける権利がある。選手がキャッチアウトにならずボール、ハーフラウンダーが加算されるのはボールを打ち損なった選手が1塁に到達ボールを打った選手が2塁に到達バッターが走っている間にフィールダーに妨害されるバッターが2球続けてノーボールを受ける場合である。バッターがアウトになるのはバッターが打ったボールが 地面に触れる前にフィールダーがキャッチした時バッターがポストに向かって走っている間にフィールダーがそのポストの上半分に触れた時もう一人のバッターが同じベースに向かって走るあるいはバッターを追い越した時である1試合は2イニングからなるそれぞれの攻撃チームのイニングは9アウトまで続くバッターはボールをうまく打とうと試みているアイルランドでは ラウンダーズのルールはゲーリック単育協会によって策定されている。ガーのルールは1884年に定められた最も初期の全国的に組織化された競技規則である。このガー版ラウンダーズはベースボールとよく似ている。NRA 版と比べて広いピッチでプレーされ、それゆえにより大きなバットとわずかに大きなボールを使用する。 ガーラウンダーズのピッチは70メートルの正方形のフィールドでベース間の距離は25メートルである。ホームベース側のピッチ外の両側にはファールグラウンドが設けられている。試合中3人までのフィールド選手の交代ができる。フィールド上の選手は最大9人である。バッターの登録数には制限がない。ボールの外周は22.725.5センチメートル。 バットは長さ 70-110cm、直径最大 22cm である。バットの重量には制限がない。ベースは通常正方形のマットで記される。ホームベースおよびピッチャーズスタンドは幅 64cm、その他は幅 46cm である。各バッターは3球のグッドボールを受ける権利がある。バッターは投げられた。 グッドボールを打つことを試みなければならないが、ボールを打っても走る必要はない。バットとみなされるはずのボールが打たれた場合は、そのボールはグッドとみなされる。1球目あるいは2球目のグッドボールの時に打ったボールがファールグラウンドに入る、あるいはボールが打たれたがバッターが走らなかった場合は、ボールはデッドとみなされ、バッターあるいは走者は進塁しなくてもよい。バッターが三球。 バットボールを受けた場合、ウォークオンがコールされ、すべての走者は一つ進塁する。バッターはデッドボールを除いてもどんなボールの時も走ってよい。バッターは走っている間にバットを落としてはならず、さもないとその選手はアウトとなり、得点も加算されない。以下の場合に、バッターはアウトとなる。バッターはベース間をまっすぐ走らなければならず、 フィールダーは走者を妨害したりベースの上に立ってはならない。このルールに従わないことはスポーツマンシップに反する行為をみなされ、バッターはアウトとなり、守備側の反則の場合は攻撃チームに最大2つの親類が与えられる。ルール条例外もあるが、通常はバッターは味方選手を追い越してはならない。1試合は5イニングからなる。1イニングは3アウトまで続く。 ガーバンのラウンダーズはソフトボールと非常に似ている。主な違いはガーバンラウンダーズがベースボールサイズのバット、ボール、フィールドで行われることである。しかしながらベースボールのようなグローブの使用は認められていない。ベースボールと NRA 版ラウンダーズの主な違いとしては NRA 版ラウンダーズはより短いバットを使用し大抵片手で振ることミスあるいはストライクはコールされず、 そのためウォークあるいはストライクアウトがないバッターは、グッドボールを1球しか受けることができず、ボールを打ったかどうかに関わらず、走らなければならない、といった点である。その他の違いには、ベースに印をつけるポスト、ピッチのレイアウト、ソフトボールのような下投げの投球方法などが挙げられる。ありがとうございます。